木梨憲武プロデュース、所ジョ常時作詞作曲、異色コラボ曲をライブで披露した田中愛美、配信、CD 化は本当に嬉しい。演歌歌手の田中愛美24が18日、東京コットンクラブでワンマンライブ、AIMI 田中コットンクラブショーを開催。自身初となるフルバンド編成のステージで、最新シングル、達也。 など全11曲をソウルフルに歌い届けた。ライブ前に行われた取材会で、私は基本ライブリ貼ってあんまりしないんです。でもうちの師匠もほぼしないので、やっぱりそこの教えをちゃんと守ってね、と師匠細川隆七74とのエピソードで笑いを誘った田中だが、本番前の調整には真剣な表情を見せ、普段とは異なる会場に。 今回は雰囲気が全然違う場所で、そして初めての生バンド。私の中でも新たな挑戦なので、今日はリハーサルをしっかりさせていただきました。と気合十分。ライブではお笑いコンビ、トンネルズの木梨憲のりたけ、62がプロデュース、タレントのところジョージ、69が作詞作曲を手掛けた異色のコラボ作品、ドアを開けてみた似顔絵アポートの2曲も披露。 TBS ラジオ土曜朝6時きなしの会にゲスト出演したことがきっかけに誕生した楽曲に大御所の皆さんの波と言いますかめっちゃ早いから乗りにくい波なんですけれど、改めてこのチャンスをいただいて楽曲の配信、そして CD 化は本当に嬉しいと声を弾ませ、ずっと演歌、歌謡曲を聴いてたので、すごくおしゃれな雰囲気でシティポップような要素もある2曲。 やっぱりジャジーな感じは忘れずに歌えたら、と魅力をアピール。11月にはデビュー3周年を迎え、本当に周りに恵まれてるんやなって、この3年でほんまに感じてます、と振り返った田中は、これからも10年、20年、そして師匠のように50年とマイクを握りながら活動できたら、と目を輝かせた。